1888年ここでは、1888年から1889年にかけてミズーリ州カンザスシティを本拠地としてアメリカンアソシエーションに加盟していたカンザスシティカウボーイズについて記述する。球団は1886年にナショナルリーグに1年だけ参加したカウボーイズが解散した翌年の1887年。 当時のウエスタンリーグの球団拡張に合わせて結成された。翌1888年にアメリカンアソシエーションに加盟する際、当時のブルックリンやボルチモアから多くの選手を補強したが、チームはなかなか勝てなかった。投手力に難があり、ブルックリンから獲得した投手のヘンリー・ポーターは1888年に敗戦、自責点、被安打、非本塁打の部門で、 リーグワースト、もう一人の投手トムサリバンは、冒頭とヨシキューがリーグワーストを記録し、チームはこの年のリーグ再開となった。そんな中、チームは7月31日にマイナーのウースター球団からビリー・ハミルトンという足の速い選手を獲得する。ハミルトンは、翌年の1889年にリーグ最多の111投類を記録し、以後3年連続の100投塁を含む、 シーズン最多通り池江5度獲得という名選手に成長する。カウボーイズは2年目の1889年シーズン前半を勝率5割近くまで盛り返したが、同年6月8日から10連敗を喫して交代、リーグ7位の結果に終わり、チームは同年を最後に解散した。ありがとうございます。